あの前もお伝えしたんですけど、うん、人は人生ノート、人生脚本を書く、はい、書いて、もうそれに従って、うん、もう子供の時に僕はこうやって生きるっていうのを決めて生きてるんだっていうのがですね、久々に持ってまいりました。こちらですね、 TA Today、はい、最新交流分析、うん、またはこちらがですね、新版 TEG2 活用事例集ですね、うん、エゴグラム、はい、とこの TEG というのは東大式エゴグラム、うんうん、ちなみにこのエゴグラムというのは簡単に説明しますと、まあ、このこちらの TA Today もエゴグラムの説明です。エゴグラムというのは自我状態をですね5つに分けるものですと、うん、まず大きく3つ、うん、親、大人、子供、はい、で親、一番上の親がですね、うん、CP、うん、NP、うん、CP というのはクリティカルペアレンツ、うん、で NP というのは NURTU リング、なんて言うんでしょうね、ナチュラルリングですかね、はいはい、ナチュラルリングペアレント、うん、で A というのはアダルト、うん、で子供もまた2つに分かれておりまして、うん、FC フリーチャイルド、うん、AC アダプテッドチャイルド、うん、と分かれておりまして、うん、この CP というのは、厳しい親ですね、はい、で、うん、ナチュラリングペアレントというのは養育的な親、うん、で A は成人アダルトで FC は、まあ、フリーチャイルド自由な子供、はい、で AC アダプテッドチャイルドは順応した子供に分かれていて、うん、この例えば隊長と私が何か話をするときも、はい、この5つのカードでストロークしてるんですね。はいはい、例えば今はちょっとあのなんて言うんでしょう、寸劇が入ってるので、はい、なかなかタイプはないんですが、はい、この動画を始める前とかだと結構、アダルトアダルトな感じでちゃんと話をしていて、はいはい、二等兵はここでは結構フリーチャイルドを演じる感じが多いですね、はい、ちょっとおどけて、うんうんうん、でそれを隊長がアダルトな感じで諭すっていうのがこのチャンネルかなと思ってます、うんうん、私の見立てで演じてる感じ。そうですね、私は FC をやって、うん、キャッ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 ってやって、うんうんうん、で隊長が大人で来て、うん、アダプテッドチャイルドで返すみたいな、はいはいはい、そうですねって言って、うんうん、っていうこのストロークをやり取りしていて、うん、基本悲しいことに全ての人はこのストロークを欲している、はい、それがマイナスであれ、うんうん、なんで何もないよりは、まあ、よく迷惑系 YouTuber がそうですよね、はいはいはい、要は基本 YouTube って誰も見てくれないんですよ、うん、まあ、基本というか、はい、まあ、最初はもう最初のもう誰も相手にしてくれない、うん、っていうので手っ取り早く何かストロークが欲しいなと思った時に、うん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 、ああいうなんて言うんでしょう、冷凍庫に入る、うんうんうん、あのおでんをツンツンするとか、うんうんうん、っていう注目集めるっていうのをやると、うん、FC を誤った FC をやると、うんうんうん、構ってもらえる、うん、でもそういうストロークでも人は欲するものだ、うんうんうん、なんでこの殴られるけど、うんうん、あの人は私がいないとやっていけないの、うんうん、みたいなのも、うん、このストロークのやり合いであると、うんうんうん、でお互いにそのストロークはないよりもあった方がいいからそれを求めるみたいな悲しいのがあるんですけど、みたいな今日はちょっとエゴグラムの紹介ができればなと思ってます、うんうん、亀井さんごきげんよう。ごきげんよう。20代から30代くらいで方向性を考え直しなのは割とありますよねと、うんうん、そうなんですよ。多分そこに適当なって言うとあれですけど、名前を付けた感じじゃないですか。あと我々は先に言いますと、うん、ティーネイジャークライシスもありますよ、うんうんうん、10代の危機も10代の危機もありますよ、はい、多分ありますよ、うん、というところで、うん、このちょっと今日 TA Today からですね、はい、人生の立場、うん、エリック・バーン、このエゴグラムを作った人はこう書いていると、はい、幼い子は脚本形成のプロセスの早期にすでに自分と自分の周囲にいる人たちについてある種の確信を抱いていると、うん、こうした確信は彼の人生を通じて彼と共にあり続ける可能性が強く、
それは次のように要約できるだろうと。私は OK である、はい、あなたは OK である、うん、私は OK ではない、うん、でもあなたは OK である、うん、私は OK である、うん、あなたは OK ではない、うんうん、私は OK ではない、うん、あなたは OK ではない、うん、っていう5つの大きな立場を選んでいると、はい、うん、思い当たるところありませんかと、うん、でこの人生の立場というので、はい、結構この成功しやすい人なのか、うん、成功しにくい人なのか、うん、っていうのは、うん、結構決まってしまうと、うんうん、でもまあこれはなんとなく想像つきますよね、うんうんうん、あの私は OK あなたは OK、うん、っていう人は、うん、OK、うん、で私は OK ではない、うん、あなたは OK である、うんうん、っていう人は、うん、失敗しやすいと、うんうんうん、また私は OK である、うん、あなたは OK ではない、うんうんうん、っていうのは、うん、若い時は、うん、その流れで行く時はあるが、うん、やはりあなたは OK ではない、うんうん、っていうところが、うん、なかなかまあ人ですからね。そうなんです。アドラーさんの言葉を借りると、うん、全て人間関係全てもう残念ながら、はい、一人では生きていけないんですよ、うんうん、なのでもちろん私は OK ではない、うん、あなたは OK ではない、うん、っていう人はもう言わずもがなでございます、うん、で人はですね、うん、人生脚本というのを4歳ぐらいで書き上げてしまうらしいんですね、はい、うん、人生脚本の性質と起源、うん、あなたは自分の人生の物語を書いてきたと、うん、それを生まれた時から書き始めていた、うんうん、そしてあなたは4歳の時までには、うん、その筋書きの要点を決めていたと、うん、そして7歳の時にはあなたの物語の要点を事細かに完成させている、うん、その時から12歳ぐらいまでに、うん、あなたはそれを磨き上げ、うん、そこここに新しいものを付け加えた、うん、思春期にもっと現実的な人物たちを登場させて、うん、物語を最新のものにした、うん、っていうので、うん、もう結構その辺でもう自分の生き方が固定されてしまうと、うんうんうん、で脚本は人生計画であるというのがあって、うん、これ読むとちょっと悲しくなりませんか悲しくっていうのはもう固定されたってことですか。要はちっちゃい時に、はい、うん、いや4歳ぐらいの、うん、思考能力でね、うんうんうん、大人って神様じゃないですか、うん、その時って、うん、何でもできると思ってませんでした。まあ、何を考えてたかはもう記憶にないですけどね。今日、あ、そっか、隊長、うん、兄ですもんね。兄です。兄だと、うん、またなんて言うんでしょう、思うがままじゃないですか。弟の前では、うん、親が神だとすると、うんうん、天地ぐらいのポジションにいますよね、うん、いたかもしれない。どうだろうな。要は僕は母親、父親、7歳上の姉、4歳上の姉、僕なんですよ。そうするとなんていうんだろう、もう PL 学園の野球部じゃないですけど、もう上級生がいるんですよ。神様、人間、奴隷なんですよ。まあそんなこともないんですけどね。隊長は仲良く、お兄ちゃんだからってずっと言われましたよ。ほう、お兄ちゃんだからお前はダメなんだと。違う、あ、我慢禁止する。まあ我慢しなさいですよね。ああ、なるほど。お兄ちゃん、あなたはお兄ちゃんなんだから、はい、しっかりしなさいとか、お兄さんなんだから我慢しなさいとか。するなって禁止されたんですね。そう禁止されました。するなって禁止されてるんですよ、うん、はい、というところで、そう、あの仮面さんおっしゃる通りですと、うん、タイトルにつけたのは、うん、私たちは、うん、結構幼い時に、うん、神様から、うん、するなっていうのを感じ取って、うんうん、それを物語に組み込んでいるんですね。まあ、自分がですよね。自分が禁止してる。それを、うん、いや4歳ぐらいの時に、うん、そう感じて禁止したんです。そうそうそう、なんで、そういうことです。それを自分が悪いじゃなくて、うん、そうじゃないよねとも思いません、それって。まあ人が悪いって話。そう。まあなんかそう作られたって話ですよね。そうなんです。そうなんです。うんうん、で。よく禁止される12の禁止令っていうのがあるんですね、うん、まあ簡単に言うと、これするのは OK だっていうのも、うん、あ
ある種の禁止令なんですよ、うんうんうん、要はこれはしてもいいよ、うん、これはダメだよって、あ、こっちはダメなんだ、うんうん、で、うん、多感な子供は感じたりしますよね。しますよ。生きる術ですからね。神様ですから親は、うん、その時はだって飯抜かれた日にはね、うんうん、あなたはご飯抜きだよって、うん、よくあのジャイアンのお母さんが言うですよ、うん、たけし飯抜きだよって、うんうんうん、うん、あれはもう虐待ですよね。虐待なんですよ。そうなんですよ、はい、超虐待なんですよ、はい